今月十三日に告示された県議会議員選挙で。昨日までに二万三千人余りが期日前投票を終えました。前回の同じ時期を六割ほど上回るペースです。県議会議員選挙の期日前投票は一昨日から始まり。県選挙管理委員会によりますと。昨日までに二万三千五百四十一人が投票しました。前回二千十九年の同じ時期と比べて。 9, 人余り多くおよそ倍に増えています前回の県議選の投票率は34.8%と過去最低となっていて県選管は街頭で啓発活動などを行い投票を呼びかけています県議選は今月22日に投票が行われ即日開票されます